アンコールタイガー FC ロゴアンコールタイガー FC はカンボジアシセムリアップを本拠地とするサッカークラブである。2013年にカンボジア日系企業のトライアジアグループが母体となって設立した日系クラブ。設立当時の名称はトライアジアプノンペン FC。設立初年度にカンボジアニブリーグを制覇しプレーオフを制して C リーグに昇格。 設立から18戦無敗を記録した。C リーグ参入初年度を5位で終え、オフシーズンに健康上の理由により、監督兼 GM の吉岡大輔が辞任。その後トライアジアグループの急激な経営悪化により2014年12月にトライアジアグループ元社員の吉田健次に無償状とされた。その後はプノンペン f c へクラブ名を変更し、 存続へ向けた活動を行っていたが、2015年3月1日付で、東京都のブランドコンサルティング会社である、株式会社フォワードが経営権を継承し、クラブ名をカンボジアンタイガー FC へ変更した。フォワード創業者の加藤昭弘がオーナーに就任した。同年に、愛媛 FC 非公式マスコットの一平君協力の元マスコットキャラクター、ソンハーが誕生した。 2017年から本拠地をシェムリアップへ移転した。また、2018年からクラブ名をアンクアタイガー FC へ変更した。2018年、カンボジアサッカーリーグ主催のカボチャフットボールアワードにて、最も多くのファンを持つクラブを受賞。9月のボ防ングケットアンコール戦では当時、リーグ歴代最多の4267人の観客動員数を記録した。 2019年、第3節のボーウングケットアンコール戦にて3090人、第5節のビザカ FC 戦にて4377人の観客動員数を記録。自身が持つリーグレコードを塗り替えた。2019年、カンボジアサッカーリーグ主催のカボチャフットボールアワードにて最も多くのファンを持つクラブを2年連続で受賞した。 2019年秋に完成したアマチュアクラブのシェムリアップユナイテッド FC 所有のサッカー専用スタジアムであるザルンスタジアムを2020年シーズンからホームとして使用している。2020年2月時点で収容能力は3200席であり、4200席への増設工事中である。ヘッドコーチをリアルセグラトレーナー吉木き部、ジェネラルマネージャー。 ユースケ・シノダ・セールス・マネージャー・高久清音、アンコール・タイガー FC は国内リーグの中でも屈指の観客動員数である。2018年シーズンには年間平均1900人の観客動員を記録した。この年、カンボジア・サッカーリーグ主催のカボチャ・フットボール・アワードにて最も多くのファンを持つクラブを受賞した。2019年、第5節のビサカ戦にて、 リーグ歴代最多の4377人の観客動員数を記録した。この試合の様子は Yahoo ニュースに掲載された。2019年最も多くのファンを持つクラブを昨シーズンに引き続き受賞した。ありがとうございます。